6日目。だいぶ数が減っちゃった。もうね、天井についてるのもね、数少ない。昨日、一昨日まではね、天井にバーってついてたと思うんだけど、今はもう2、3匹。それから、地面の方ではね、これ花のところね。これね、半分以上死んでるよ。待ち構えた場所に獲物が来ないと、そのまま衰弱してしまうのかな？至るところに死骸。ちゃんとアブラムシも入れてたんだけどね。アブラムシは毎日入れてた。でもね、彼らはね、アブラムシよりも優先して戦っていた気がする。はじめに100匹いたとすると、40匹が脱走し、20匹を回収し、メインケースの60匹と、回収容器の20匹が、共食いや衰弱によって半減し、残りは40匹くらいになりました。そろそろ数が減ってきたせいかな、アブラムシも捕らえて食べ始めたね。昨日入れた昆虫ゼリー、何匹かカマキリがついて食べてたでしょう。今はね、一応食べてはいる。食べてはいるんだけど、体が張り付いちゃうと、これ昆虫ゼリーから体を剥がせないんじゃないか。この2匹、力尽きてるかもしれない。これちょっと今見てみる。うん。もう一箇所の方もそうだよ。これ。これ申し訳ないことしたな。うん。昆虫ゼリーはね、やめといた方がいいみたい。あげるならね、もっとね、耳かきスプーンぐらいの大きさのね、小分けにして、葉っぱの上に乗せとくとか、それぐらいの方が良かったかもしれない。このままドンはね、ちょっと危険だね。うん。っていう感じでね、数はもう半分ぐらいになったかな。半分より少ないかもしれない。このケースには30匹くらいかもしれません。うん、あとはね、こっち。このセブンのコーヒーカップの中にもね、逃げ出したやつを毎回毎回入れてたから、こっちに移動してるってのもいるんだけど、とは言ってもこっちもね、半分ぐらいになってるかもしれない。死骸が5匹、動いてる、生きてるのも5匹、そんな感じ。うん。アブラムシはね、大量にいる。まだアブラムシはいっぱいいるから、食べようと思ったらアブラムシでね、お腹を満たせるはずなんだけど。うん。なのにね、ほら。それなのに、アブラムシはお構いなしで、このような共食いシーンが、そこかしこで目につくようになりました。首を狙うんだ。なるほど。この後、ゼリーに張り付いてしまった幼虫の他にも、ケースの底の方で、身動きが取れなくなっていたり、衰弱したりしている幼虫で、まだ救える命があるかもしれないので、メインケースの幼虫たちを、別の場所に引っ越して、弱った幼虫たちを救助することにしました。わちゃわちゃしながらも、なんとか、元気なカマキリたちを、別のケースに移動し終えました。儚い。儚さを感じる。つい数日前に、たくさん生まれた幼虫たちが、もう半分以下になってる。
カマキリたちのほとんどは一週間の命、まだ一週間経ってないけどこの後も減ってしまうだろうから、うん、大部分は一週間の命なんだろうね。今さっきのゼリーに張り付いちゃって動けなくなっちゃってた幼虫たちいるでしょ。あれはなんとかね、丁寧に剥がして救助した。力尽きちゃってたのもいたけど、何匹かはね、自力で足をバタバタ動かして生きてる。これまだそこの方に生存者がいるかもしれないから、それを今から救っていく。生存者はいるか？生存者はいるか？まだ命がある。まだ命があるぞ。動いていたぞ、この辺。どこだ？あ、君は命がある。ファイティングポーズ取れる？生存者はいるか？生存者はいるか？俺はいるか？生存者はいるか？こうしてこの日は10匹くらい救助したんだけれど、翌日に見てみたところ 2,3 匹しか生きていませんでした。つい先日、生まれたての幼虫たちがケースの中にたくさんいた光景を思うと、とても儚さを感じずにはいられません。カマキリのほとんどは生まれて1週間の命。この子は戻れるか？